自給思考こそすべて。パチンコの日本史に世界史に関して私今度原田がパチンコの楽しさの勝ち方をお伝えするチャンネルです。はいどうも今度原田でございます。今日はですね、パチンコにおいて年収思考や月思考なんてクソほどどうでもいいと、はい、パチンコにおいては自給思考こそが全てと言っていいほど大事という、そういうテーマでお話ししていきたいと思います。はい、というわけでですね、今日動画をお送りするにあたってですね、パチンコの生涯収支を1円でも多くするのが自分の目標なんだと、はい、で生涯僕はパチンコのその収入、パチンコだけの収入だけで絶対生きていくんだと、そう決めてる方がいらっしゃいましたらね、それはまあそれでかっこいいと思うので、私は全然否定するつもりはありません。はい、そういうね、まあ、パチンコの生涯収支を目標だけに生きていくと決まったらね、年間収支とか、月収支とか死んでも多くするっていう目標になると思うので、そうすればね、より多くパチンコ屋にいるという、そういうアプローチの仕方になってくると思うので、それはそれでいいと思います。はい、ただね、まあ、ほとんどの方がそうではなくて、パチンコっていうのはまあ楽しみながら打って、自分の目標とか夢とかね、そういうことにも時間を使っていきたいと、はい、もしくはまあ夢や目標が今ないにせよ、ないにせよ、まあ、パチンコをやってる時間っていうのはもう限られる時間に決めて、はい、それをこれから見つけていけたらいいなと、そう思ってる方がたくさんだと私思います。はい、なのでそのたくさんの方に向けて今日はお送りしたいと思います。はい、というわけでですね、これからはなぜ月収支や年間収支ではなく時給思考で考えることが大切なのかと、そういうテーマでお話ししていきたいと思います。はい、私理由が2つあると思います。はい、1つ目時間を大切に使えるようになる、2つ目生産性の高い行動ができるようになる、これについて解説していきたいと思います。はい、1つ目時間を大切に使えるようになる。はい、まあ、時間というのはね、誰でも平等であり買うことはできません。まあ、間接的にね、例えば家政婦を雇ったりとか、タクシー歩くんじゃなくてタクシーで行くとか、まあ、洗濯機を使うとかね、そういう間接的な購入の仕方はあるかもしれませんが、まあ、直接時間が増えるわけではないですよね。はい、みんな平等でございます。そんなね、大切な時間、パチンコの収支やパチンコの月収支や年収支を目標にしてしまうとですよ、安い代でも時間さえ使えば達成できてしまうんですよ。ただ時給思考で考えてる人は期待時給いくら以上じゃないと打たないと決めてます。はい、なので、まあ、パチンコで安い台をダラダラ打つっていうことをしなくなります。2つ目生産性の高い行動ができるようになる。はい、パチンコの月収支や年収支を目標にしてる人は少しでもパチンコ屋に多くいようとします。はい、そうすると当然多くの他の人生期待値を犠牲にしなくてはいけなくなります。はい、時給思考で打ってる人は自分がパチンコで最大期待値を稼げるのはいつパチンコに行けばいいというのが分かってます。例えば何々のつくしとか、何曜日はあそこはあそこに行ったら、あそこの店に行ったら暑いよとかいうのが分かってます。はい、なの、まあ、特定日狙いみたいな感じですね。はい、なのでそれ以外の日っていうのは今やりたいことをやっていこうと、体力をつけたりとか、今これあれしたいんだよねみたいな、はい、やっていこうっていう風になると思います。ちなみになんですけど、まあ、僕はね動画のまあネタ集め以外、動画のネタ集めに打つ時あるんですけど、それ以外の期待値稼働してる時は期待時給1800円以上じゃないと打たないと決めてます。1800円未満だったら打ちません。目標も期待時給1800円以上を月に150時間確保する、それ以上は打たない、それが目標と、そういう風に決めています。パチンコの収支よりもね、人生期待値、そっちの方が大事なの、他の動画でも話してますんで、よかったら見てください。はい、人生期待値も大事です。はい、そんな感じでね、僕は限りある人生、パチンコの生産性を上げて、他のね、人生のね、楽しいこと、人生の期待値を少しでも積み上げていく努力をした方が大事だと思っております。はい、というわけで最後までご視聴くださりありがとうございます。今日はですね、僕の中でかなり大事にしていること、年間収支とか月収支よりも時給思考で考える方が絶対大事だというテーマでお話しさせていただきました。ぜひコメントなどお待ちしております。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。